こんにちは、大久保です。今回の動画では、ニキビとグリセリンの関係についてお話ししていきたいと思います。はい、早速いきましょう。今回のテーマは、化粧水に入っているグリセリンって何ですかっていうことになります、えー。今回こちらのご質問をいただいておりまして、天使の美肌水、さっぱりタイプという化粧水、その成分がとてもシンプルで、水、グリセリン、尿素だけで作られていますということですね。グリセリンや尿素はよく耳にしますが、具体的にどんな効果がある成分なのでしょうかということでご質問ありがとうございます。 えー、今回はですねこのグリセリンと尿素の中でもグリセリンにフォーカスを当てて実際にグリセリンって何なのかとかグリセリンとニキビって関係あるのみたいなそんなお話ができればと思っています。 はいじゃあまずグリセリンって何ですかっていうことなんですけれどもグリセリンの正式名称はグリセロールっていうらしいですね形を見てみるとこんな感じの構造になっていますなんか中学校の科学みたいなイメージなんですけれどもこの OH っていうねこのヒドロキシルキって呼ばれるような部分なんですけれどもこのパーツがついているつまりこれってアルコールの一種なんですよね アルコールとかメタノールとか言うじゃないですか。なんとかウォールってやつはアルコールの仲間。 であることが非常に多いんですけれども、このグリセロールっていうのも実際にアルコールの仲間で、グリセリンもアルコールの仲間なんですよ。で、そんなグリセリンには保湿だったりとか、潤滑だったりとか、様々な作用があるんですね。で、それだけではなくって、薬にもなっていまして、便秘を改善できるっていう効果があるので、肝腸薬にもなっていたりするんですよ。あの、一軸肝腸みたいなやつあるじゃないですか。あれのね、もっともっとでっかい版みたいなのがあって、 で、それをですね。お尻からブスっと入れてえ、グリセリンを注入することでえこ、結構ねえ。きつい便秘も改善することができるみたいな。グリセリン浣腸って呼ばれるものがあったりします。で、あとはですね。軟膏薬にも後ほど紹介させていただくんですけれども、軟膏のお薬にも使用されていたりするんですね。で、そんなグリセリンには水分を引き寄せる水を引っ張ってくるよ。っていう力があるからこそ、肌の保湿に使われていて肌を保湿して。いくこと 肌皮膚のバリア機能を高めようと皮膚のバリア機能を高めることでさらにですねこのグリセリンって安安くて安全性が高いんですよ、ね、お尻からブスッと入れて注入することもできるような物質になりますので安全性が高くてですね比較的こう安く手に入るっていうことで、まあ、いろんな化粧水に使われていると。 コスパがめちゃくちゃいいんですよね。グリセリンっていう成分は。使いやすいし安全だし、えー、コスパがいいというようなものになります。ではですね、このチャンネルニキビのチャンネルですので、グリセリンとニキビの関係見ていきたいと思います。これよくあるのはですね、グリセリンでニキビ悪くなんじゃないのっていう、そういう話なんですよね。グリセリンでニキビが悪化する説。だからこそグリセリンフリーの化粧水を選びましょうよって、こういう方多いんじゃないかなと思います。 なんでそんなこと言われるのかっていうと、おそらくこの研究なんですよね。サティス製薬さんっていうところが出している研究で、もうだいぶね、10年に前ぐらいのね、研究だと思うんですけれども、えー、こちらの研究ではですね、アクネ菌の保湿剤に対する死化性というものがチェックされています。死化性って何なのかっていうと、微生物がですね、ある物質を栄養源として利用して増殖できる性質を死化性というんですよね。で、これ何言ってんのっていうことなんですけれども、ニキビの 原因菌菌であるアクネ菌が保湿剤の成成分分いろんな成分ここに書かれてますけれどもいろんな成分のうちどれを餌として好みますかみたいなどれが餌としてアクネ菌は好きですかみたいなことがこれわかるんですよねで上の方にこうグラフが高くなってるほどエ、まあ、餌として好んでるんじゃないかっていうことが分かっていてグリセリンを見るとさまざまな成分の中でですね歯科、えー、性が非常に高いと、まあ、だからこそアクネ菌はグリセリンを餌って にしてるんじゃないかっていうこと,です、ね、てことはですよ。てことは、グリセリンはニキビの原因であるアクネ菌の餌になってるよね。だったらグリセリンは良くないよね。っていうような結論になっていて、グリセリンフリーのものを使った方がニキビが悪化しにくいんじゃないかっていうことが言われているということですね。まあ、これ本当なんですかっていうことなんですけれども、おそらくですね、この研究自体はこれ本当で、えー、グリセリンっていうものはですね、えー、アクネ菌の こう死化性が高いんだと思いますでもですよでもですよアクネ菌の歯科性が高かったら本当にそれってニキビの原因と結びつくのかなみたいなそこはしっかりと、えー、把握しておかなきゃいけなくて僕たちがまず考えることっていうのはグリセリンフリーよりも大事なことって何かなってことを考えるべきだと思うんですよね。皆さんアクネ菌の歯科性を下げたいわけじゃないですよね。 ニキビを治したいんですよ。そこをしっかりと分けましょう。アクネ菌、確かにグリセリンっていうのはアクネ菌の死化性が高い。これはさっきのデータに示されている通りなんだけど、アクネ菌の死化性が高い、イコールビタッとニキビが治るっていうところに結びつくかっていうと、これまた違うと思うので、僕たちがまずやりたいことっていうのは、アクネ菌の死化性とかっていう話じゃなくて、ニキビを治すことじゃないですか。まずこっちですよね。 だったら、グリセリンフリーよりも大切なことって何かなっていう話していかなきゃいけないです。ニキビを治すためには、僕たちはベピオゲルとかね、そういう強力な武器があるわけじゃないですか。ベピオゲルの信者ではないですけど、僕は、えっと、しっかりとガイドライン通り、えー、行くとですね、やっぱりこう、ベピオゲルとか、そういうエビデンスのある、え、お薬を使っていくっていうことが大事だと思います。で、その、 ベピオゲルを見ていくとですね、これ皆さん衝撃的だと思うんですけれども、ベピオゲルの成分の中にはこれグリセリン入ってるんですよ。ね、ベピオゲルだけじゃないですよ。皆さんが大好きな保湿剤、ね、最強の保湿剤だみたいなこと言われることがあるヒルドイドローションとかね、ヒルドイド見ていくと、ほら、グリセリンってバンって入ってるじゃないですか。 グリセリンっていうのは決して悪ではないですよね。ニキビを治すためにグリセリンを全部排除しなきゃいけないかっていうとそういうわけではなくて、むしろグリセリンが入っているベピオゲルを適切に使うことがこれニキビを治す近道になりますので、グリセリンフリーの信者になったら、これなかなかニキビ逆に治せないと思います。グリセリンフリーにしたいってなるとベピオゲル使えないっていうことになっちゃうので、それは本当機械損失として著しいと思います。 なので、えっと、あまり神経質にならずにですね、まあ、グリセリンフリーだったらいいよねぐらいな感じで見ておく くとといいいいんじゃないかなか個人的には思います、まあ、もちろんですね、この趣味思考みたいなところって人によって全然違うので、あの、ビーガン的な感じでですね、グリセリンフリーのものが探したいと、私はその、心情的に絶対そういうグリセリンは嫌なんだっていう方がいらっしゃったらですね、グリセリンフリーのものを選ぶ。これ止めませんけれども、グリセリンイコールニキビが悪化みたいな感じになってしまうと、その可能性はゼロではない。 ですよね。えー、もちろん、アクネ菌っていうのはニキビの原因菌であって、そのアクネ菌の死化性が高いのであれば、えー、グリセリンっていうのは、えー、アクネ菌の死化性が高いよねっていう、これはわかるんですけれども、グリセリンフリーじゃないからニキビができちゃったんです、みたいな。その これだって決めつけて、グリセリンのせいでニキビができてるみたいなことを言いすぎる、言ってしまうと、これはもう行き過ぎてるかなっていう感じですね。そこまでは行っちゃダメかなっていうふうに個人的には思います。もちろんそういう人もいるかもしれないし、グリセリンフリーのものに変えたらめっちゃ良くなったよっていう方もいらっしゃると思います。ただそれをガイドラインに載せるほどではないのかなっていうような状況です。で、マルホっていう製薬会社があって、で、そのマルホ、 あの、ベピオとかね、ヒルドイドとか作ってるの、このマルホなんですよ。で、まあ、薬剤師とかもそうですし、皮膚科のお医者さんとかもそうですけれども、まあ、ニキビの治療って言えば、皮膚科の治療薬といえば、もうマルホだよねっていうぐらい、もうマルホってめっちゃ有名な、皮膚科領域ではめちゃくちゃ有名な製薬メーカーなんですよね。で、そのマルホっていうところが出してるイニクスっていう、あの、ニキビのね、治るスキンケア用品というか、スキンケアアイテムがあって、そのね、えー、リンクちょっと見せて、見ていただきたいんですけれども、 はい、こちらですね。これがイニクスっていう、えー、プロダクトなんですけれども、これプロモーションではないのでご安心ください。イニクスっていうのは、そのマルホっていう製薬メーカーが作っている、まあ、ニキビケアだけではないんですけれども、そのスキンケアのプロダクトですね。で、このイニクスの中にもですね、実際にどこだったかな、全成分表示を見ていくと、 はい、ここですね。グリセリンとかも入っていて、本当にこう、グリセリンがもうニキビを悪化させるっていうエビデンスがしっかりと出ているのであれば、そのニキビ治療を謳っているマルホのこのスキンケアプロダクトの中にグリセリンが入ってるわけがないんですよね。だって ダメなんだったら、それ、やっぱ入れないはずです。で、このマルホっていうのは、尊女ソこラの化粧品メーカーとかではなくて、ニキビの治療薬を出してるんですよ。そのガイドラインを作る側のメーカーなんですよね。まあ、だからこそ、そのメーカーが出してるイニックスっていうものにグリセリンが入っている以上、グリセリンフリーって本当にニキビに あのそこまでこだわらなきゃいけないかっていうと違うのかなというのは個人的には思いますもちろんグリセリンフリーを買いたいよっていう方は買えばいいと思うんだけれどもグリセリンフリーじゃないとニキビが絶対治らないかっていうとそれは違うと思いますので神経質にならずにですね自分にとって合うものは何だろうっていうことを考えていただくといいかなと思いますで今回のご質問者様みたいにですね自分に合った化粧水化粧粧水 品をですね、見つけていくっていうことがとっても大事だと思っていて、えー、天使の美肌水っていうね、この化粧水がめちゃくちゃあったっていうことだと思うんですよ。多分いろいろ迷われて、いろんな製品試して、で、その中で、あ、これめっちゃいいなって、今の自分にすごく合うな。もちろん年代によっても変わっていくしね、えー、今の自分にめっちゃ合うなって感じたのがこれだということなので、多分皆さんお一人お一人ですね、あ、これに変えてからすごい調子いいなっていうものが見つかると思います。なので、えー、っと、それをグリセリンフリー、 じゃないといけないってなると一気に選択肢が狭まってしまうので、そうではなくてですね、まあ、いろんなものを少しずつ試しながら、もちろんニキビに悩まれている方は皮膚科の先生と相談しながらですね、えー いいいいいい試していくととととんじゃないかなか個人的には思いますということで今回はグリセリンのお話そしてグリセリセンとニキビの関係みたたたいいなお話をさせていただきました、えー、グリセリセンとニキビには関連があるみたいなことが言われていたりしますけれどもそれを突き詰めていくとですね、えー、グリセリンはニキビの原因菌であるアクネ菌の餌になるんじゃないのっていうそういう話であってそれが直接的にニキビを悪化させるかどうかっていうところまでは定かではない。もちろんグリセリンフリーに越したことはないのかもしれないけれどもその分保湿させい 作用が弱くなっっててしまって肌のバリア機能が低下してしまったらそれって本当にニキビのためになるのかなみたいな話になってくるので、まあ、そこはですね、えー、しっかりとこうバランスを見つつ自分に合ったプロダクトを見つけていくということが大事かなと思います。ということで今回はここまでです。では。